いえ、とっても嬉しいです。早速このお星様のクッキーいただきますね。マシュマロなんです。飲み物飲まれるときに、よかったら。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今、開けても？乗車券ですか？プロデューサー。いいえ、ちゃんと使って、使いましたってお見せします。お土産も渡して、お土産話もしますから、覚悟していてくださいね。これ、生菓子ですよね。ツリー、トナカイ、ベル、クリスマスブーツ、これはリースでしょうか？
すごい。和菓子なのにクリスマス。かわいい。ありがとうございます。すっごくかわいいです。クリスマスは西洋の記念日ですもんね。もったいなくて食べられないかもしれません。プラネタリウム。プロデューサーが行きたい。プロデューサー、一緒に行きませんか？プロデューサーが行きたいと思ったところなら、きっと楽しいですし。私だけが行くのは、なんだか違う気がします。プロデューサー、メリークリスマスです。よければこれどうぞ。はい、落とすと壊れてしまうので、それだけ気をつけてください。置きやすいものを選んでみました。あまりリアルだと怖いですし、大きくても邪魔になるかと思って。最近気に入っていて、フクロウはその名前から服を運んでくれるらしいんです。だからプロデューサーに、このフクロウが幸せを運んでくれたらいいなって。プロデューサーの近くに置いてもらえたら嬉しいです。わっ、かわいい桜の花びらだ。いい匂いもする。石鹸？これ石鹸なの？え？全然だよ。寒い日に使ったらなんだかあったかくなれそうだもん。今日から使うね。ありがとう、プロデューサー。確かに結構飲み物入れること多いもんね。この冬はあったかい飲み物たくさん飲んじゃいそうだよ。モバイルバッテリー。私もたまにヒヤッとするもん。いつでもみんなと連絡できるように持っておくと安心だよね。ねえプロデューサー、もう一つおねだりしてもいい？このモバイルバッテリーを私だけの特別なものにしたいんだ。だからね、デコレーション用のシール一緒に探してほしいの。
めぐるだよ。プロデューサーお疲れ様。ホットアイマスク。お疲れなプロデューサーに私からクリスマスプレゼント。ごめんね、本当はちゃんと包んだものあげるべきなんだけど、今でしょって思って温めておきました。ラッピング使い終わった後にもう一回ちゃんとやるからね。ごめんごめん。あ、プロデューサー。うわー、あんまん、もらってよかった。プロデューサーが選んでくれたやつやもん、間違いなか。うちこれから毎日このリボンば使って髪結んでくるとよ。今できたとこやけ、そこ座って。そうやろ、じゃーん、うちのクリスマススペシャル、ブイヤベースとトマトのクリスマスな。トマトの赤とバジルの緑でクリスマスの色やろ。たっくさん作ったけ、プロデューサーとうちとサンタさんの分。たくさん食べんね、プロデューサー。本格的じゃないですか。
まあ、そうですね。それじゃあ最初はプロデューサーの似顔絵を描くことにします。モデルにするんで、しばらく動かないでくださいね。何ですか？このマット。はあ、っていうかこれ大きくて持って帰れないんですけど。ああ、用意がいいですね。はあ、ありがとうございます。まあ、それじゃあ今から作ってみましょうかね。プロデューサーも食べたいやつ選んでください。これ自分が欲しかったんじゃないですか？この仕事してるとイベント当日の感覚がなくなるんですよね。もう1ヶ月くらいクリスマスやってるなーって感じですし。あ、この辺で大丈夫です。車、どっか止めやすいところで。はい、お疲れ様でした。これはこれは、随分と私に優しい条件じゃないか。まったく、ずるい人だね。乗ったよ、プロデューサー。ありがとう。約束だ。あなたと私で必ず叶えよう。え、プロデューサー、これは。
手で抱えきれないほどの花束だなんて、情熱的すぎてめまいがしそうさ、プロデューサー。ねえプロデューサー、手を出してもらえるかい？メリークリスマスプロデューサー、ささやかながら私からのプレゼントさ。おやおや、悪いだなんてやめてほしいなプロデューサー、悲しくなってしまうよ。あなたと私の仲だというのに、クリスマスプレゼントに遠慮するというのかい？どういたしまして。で、私たちアイドルを導く、あなたの美しい指が、冷えてしまわないのなら、これほど嬉しいことはない。けどさ、どんだけ三つ峰ファーストにするつもりなの？まったく。じゃ、カタログのお手並み拝見だね。理由がございません。ありがとねプロデューサー。これよし。おはようございます。さすがプロデューサー、気づくのが早いでしょ。これってやつ見つけるの時間かかっちゃった。気に入ってもらえると嬉しいんですけども。いいねそれ。来年はピータンが飾ってさ、ツリーの下にプレゼント置いといてよ。いいじゃんいいじゃん。三つ峰、甘くて綺麗なやつがいいな。
に褒美を与える。プロデューサーさん。次の単語、歓喜、大喜びです。私が押した方はミルクコーヒーです。プレゼントしてくれたんですね。ありがとうございます、プロデューサーさん。松ぼっくり、はい、いえ、お迎えしましょう。季節を旅してここまで来てくれたから。8つに切ったら鍋に入れます。はい、そしたらレモンの汁と砂糖を。はい、あとはゆっくり透明になるまで。クリスマスの匂いが広がって、プロデューサーさんのプレゼントになります。
桃？あれ？じゃあ青は。
当日絶対にお返しが来る。もらいっぱなしになるわけには。何がいいかな。プロデューサーさんに私からもプレゼントがあります。皆まで言わないでください。禁句ですよ。それはそれ、これはこれ、あの時のはあの時の、今日のは今日のです。ちゃんとお祝いさせてください。メリークリスマスです、プロデューサーさん。いえ、むしろ変なこだわりに付き合わせてしまって何度もすみません。男の人がもらって嬉しいプレゼントは教えていただきましたから、きっとプロデューサーさんのお仕事の助けになるものだと思っています。よかったら使ってください。部屋が温まるのにもちょっと時間かかるな。これ手袋？これ私に？だよ。じゃあこれとこれとこれとこれ。これ、なんかすげえちゃんとしてんな。あ、水筒。あ、タンブラーっていうのか、こういうの。サンキュー。クリスマスの。もうあんたにあげたもんなんだから好きにしたらいいだろ。あんたの手帳予定びっしりで見づらそうだし、それ貼ればちょっとは見やすくなんじゃねえの。別に。じゃあそれ渡したかっただけだから、私帰る。絵はがき、リンゼに。
いえ、言葉はリンゼが書いてお送りいたします。このようなもの、リンゼに。大切にいたします。はい。ではいただけましょうか。プロデューサー様、リンゼの欲しいものは、やはり今のお歌をもう一度。はい。良き色に取れると勧められました。いえ、プロデューサー様、確認できましょうか。不思議なカメラでございます。それならば、それならば、もう一度。これ、遊園地のチケット？ありがとう。じゃあいつにしましょうか。ん？あら、あなたと私で行こうってお誘いじゃないの？ありがとう、プロデューサー。大きな靴下、何が入っているのかしら。お菓子の詰め合わせね。これを私に。とっても可愛らしいわ。こんなのもらったの初めて。ええ、でも食べ過ぎには注意ね。少しずつ大事にいただくわ。
あら、素敵なグラスね。ありがとう。そんなことないわ。何を入れていただこうかしら。そうね、ちょうどセットで私とあなたの分でしょ。一緒に乾杯しましょう。ええ、そうよ。あなたのこと前からコーディネートしてみたいって思っていたの。必要な時にはいつでも呼んで。このカードでね。ええ、任せてちょうだい。頭のてっぺんからつま先まで完璧にコーディネートしてあげるわ。そうと決まれば買い物に行く日を決めましょう。私のスケジュールは知ってるわよね。あなたはいつ空いているの？あら、早めに準備しておけばいつ何があっても困らないでしょ。それに私が早く行きたいのよ。とっても楽しみね。プロデューサーさん、見たことないファッションばっかり。最初から最後まで驚きっぱなしだったよ。めっちゃ参考になったよ。いろいろと試してみたくなっちゃった。名前が入ってるのってなんか懐かしいかも。ちっちゃい頃は何にでも名前書いてたからね。アマナ天下って。お、これいつもプロデューサーさんが飲んでるやつだね。顔したことあったかな。あれはそうじゃなくて、いや違わないです。美味しくいただきます。それじゃあこれつけてみて。めっちゃ似合ってるよ。すっごくかっこいい。あ、はい、手鏡自分でも見てみて。ワンポイントあるだけで結構イメージ変わったりするんだよね。
アマナ、責任重大だ。感じしませんか？なん
だかプロデューサーさんって感じです。もう私、ご飯が得意じゃない系の人に分類されてません？北海道、九州、四国、どれも本場で食べさせてくださいね。お疲れ様です。いえ、失礼します。はい、少し歩きたくて。ええ、でも来ていただきたい理由がありましたから。いえ、ほらほら、プロデューサーさん、外とっても綺麗です。それもそうなんですけど、ロマンチックな場所でお渡ししてみたいものがあったというところでしょうか。なんすか、これろうそく？ただのろうそくっすよ。あ、なんかいい香りがしてきたっす。落ち着くっすね、これ。いつでもいいっすよ。ふぅ、なかなかやるっすね。全部解いてみせるっすよ。次、クルス。ここにあるっす。プロデューサーさん、どうすか？サンタに見えるっすか？これで私も仲間だと思われるっすね。今年こそ本物を見つけるっす。模様が面白かったんで拾ったんす。音も面白いっすよ。叩くんじゃなくて耳に当てるんすよ。
波っすか？変な声に聞こえないっすか？うん、そうっすか。本当っすか？私もやりたいっす。ありがとうっす。プロデューサーさん、何か言うっす。変な声っす。だから、あんたさ、ねえ、冬が激辛を控えてる理由、わかってる？イメージがあるわけ、イメージが。そんなホイホイ食べに行けるわけ。仕方ないから付き合ってあげる。気になったっていうか、ちょっと、風情がなーい。でも、ありがとう。嬉しい。はーい、お疲れ様。ああ、ねえ、これあんたに。プレゼントよ、クリスマスプレゼント。よくなきゃ渡さないっての。まあ、そんな大したものじゃないし。エコバッグ。あんた、つい持ち運び忘れるって言ってたから、このまま車に置いといたらいいと思って。冬からもらったんだもの。さすがに、使い忘れるなんてバカはしないでしょ。そういうことだから、ありがたく使いなさい。じゃあね。もうそんなに残ってないけど。良いクリスマスを。マジで？いやいや、ささやかどころか、あの二人絶対喜ぶし。なんて言ってあげようかな。そうだ、これにメッセージ書いて。もちろんサンタさんからのメッセージで。ちょうど欲しかったんだよね。サン
すが、うちの考えてることなんてお見通しだね。今年の書き初めはこれ使ってプロデューサーへの感謝を一筆って感じにするね。はあ、なんかすごそう。マジサンキュー。確かに冬とか超綺麗だよ。今日早速使うわ。月とかもすっごい大きく見えるよね。あっはは、楽しみ。あ、マジで？じゃあちょっと待ってくれる？これ、クリスマスプレゼント。そのために買ったやつだから、使って使って。あれあれ、まだ寒いか。うちのマフラーも使う？そっか。じゃあ一緒に巻く？それならうちも寒くないし。ん？そう見えたら困る？あっはは、じゃあやめとこっか。あ、袋をお願いします。ええ、おお、ありがとう。感動した。ちょうだい、プレゼントとか。出ないからやる気。ああ、おにぎりか。プレゼント、飲み物か。あー、ううん、同じの。苦いの、一つ。プロデューサー、どーん。うん、うわ、10分後か。うん、どーん。動こう、寒いから。
どう？ねえ、バスやめてさ、歩こ。プレゼントするから、あったかい、苦いやつ。はい、見ていますが。静かにしてもらえますか？寝ていますので。他の人にも渡しているんですか？そこまで聞いていません。わかりました。あった、色紙。何これ？ずるい渡し方。大丈夫です。もう外出ですか？今日は吉村さんと打ち合わせでしたよね。じゃあ、これ。クリスマスプレゼントです。この間、吉村さんにいただいてしまったので、お返しとして渡してもらえませんか？あと、これも。あなたに。行ってらっしゃい。別に。お気遣いなく。
転ばないですよ。迷ってる。もしかしてプロデューサーも食べたい？でももうひななが貰っちゃったからあげないけどね。キャラクター嫌いだった？
はあ、プロデューサー変なの？ストラップなんて自分が好きか嫌いかだけで決めればいいのに。それいい！ひななもカバンにつけて。